こんにちは、速稼塾の久保です。多くの人がね、もしかしたら勘違いしてるのかもしれませんけども、私今ね、チャンネル登録者数 YouTube で1万1000人以上いるじゃないですか。この状態だから稼げたわけじゃないんですよ。この状態になったから稼ぐのやめたんですよ、どっちかって言えば。で、私がね、最初の3年間で1億円ぐらいを稼いだとき、1億3800万というふうな形状だったんですよ、決算上ね。そのお金を稼いだとき、たった一人ですよ。たった一人で稼いだときっていうのは、YouTube のチャンネル登録者数なんて、まあ、1000人そこそこだったですよ。1000人行ってなかったか行ったか、そのぐらいです。で、そのときやってたのが、ブログですね。ブログと、ブログの量産、1万個ぐらいね、量産してたのと、あとはセミナーをガンガンやってましたね。もう毎日のように自宅に招いて、自宅にセミナールーム付きの、そういうね、マンションを借りて、家賃10万円ぐらいだったんですけども、で、毎日人を招いてました。1日に4人とか5人。で、セミナー代金は2時間で2万円いただいてましたね。1万9800円。で、速稼塾っていうコンテンツもバラ売りとか、まあ、まとめて買ってもね、19万8000円ぐらいで、そんなに金額いってなかったんですよ。で、アフィリエイトで、どんどん実績を上げ続けてきたってところとね、商品販売もそんなに積極的ではなかったかなと思いますね。ただ、突発的なコンサルとかは結構取ってましたね。で、最初の3年間で、まあ、何千万とかね、1億円超えた、ああ、これちょっといったなっていう時に、まだ YouTube は今のペースでやってないわけですよ。ただ YouTube ね、サポート用にやってました。塾生さんから質問が来た時に、私動画でこういう風にするんですよってパソコンの画面をキャプチャーした動画をね、送り返していたんで、それには使ってましたけどね。ただ今みたいに YouTube が再生数じゃない、チャンネル登録者数がね、4000人とか5000人とか、そうなったのは随分後で、いつ頃だったかな、そうですね、暗号通貨の時に5000人ぐらいガバッといったんですよ。で、8000人台になったのが去年の6月とか7月なんで、ほんと1万人越したのってそれからなんですよ。1年も経ってないんですよ、私1万人オーバーして。で、どっちかっていうと、だからね、隠居してからもうビジネスはやめましたって宣言しましたからね。2017年、ビジネスしてないわけですよ、そっからは。1年に1回だけ速稼塾のセールしますけども。そう考えたときに、どういうふうに感じるかなんですよ。チャンネル登録者数の方が、まだね、YouTube 始めて、500人ぐらいだよって方、これ全然1億いくんですよ。これ吉田さんは理解してると思うんですけども、全然いきますよ。100人でもいいですよ。100人でも、月収100万はもう十分いきますからね。で、逆にね、100人で行かせらんないと、売り上げ立てらんないと、これじゃあどうやってその100人をね、500人とか1000人とかするんですかってことなんですよ。多くの方が感じてるのは、自分には大きな実績がないからアクセスが取れないと思ってるわけじゃないですか。違うんですよ。少ないチャンネル登録者数の方、手の届く範囲の時に一人一人丁寧にやってるから、私は今チャンネル登録1万人いってもね、お問い合わせの全てに、もうほとんど全てにですよ、一件一件返信メールを書かしたことがないのと、それから動画で基本的に送ってますからね。で、チャンネル登録もしてくださってないし、それから速稼塾の塾生さんでもない、しかも付き合いが長いわけでもない、そんな方でも気になったら、私その方を持ち上げる動画とか応援する動画を作るわけですよね。で、そういうことができる、それがね、一人一人丁寧にやるってことだと思うんですよ。で、マナブさんとかね、池早さんとか、チャンネル登録が数万人とかね、10万人超えちゃうと、この一人一人は無理ですよね。最小購買数的な発信にとどめるしかなくって、まあ、高額なコンサル費を払った方には丁寧にやると思いますけど、一人一人ね、一人一人とてもできないんですよ。だから人気者になると、大悟さんとか堀井さんとかになると、一人一人をケアすることはもう時間的に物理的に不可能になるんで、だからサービスは手薄になります。でも金額高いでしょ。で、私たちはまだ弱小といえば弱小ですよ。そんなチャンネル登録1万人前後なんて。でもこの人数、この再生数だから、誰一人漏らすことなく、行けるとこまでサービスをしつこいぐらい無限にできるわけですよね。で、ここが多分チャンネル登録が少ない、もうメリットなんですよね。これを最大限生かしていかないと。で、チャンネル登録増えちゃったら今度サポートできないですから、このメリットが生かせないんですよ。だから今いる位置で、今ある手札を使っていくしかないですね。そういうことですよ。で、今ね、ナイト2000乗ってますけども、これもだからね、去年買ったわけですよ。去年一括で買えるお金ができたんで、これちょっと高いですけども、購入価格だって1000万ぐらいするわけですよ。その代わりフル、レプリカ、
もう一分の隙もないです。どこもかしこもやってます。これ以上はないです。その上にメンテナンス費が結構かかります、購入した後の。あの保険も高いですよ、自動車保険。普通のね、軽自動車の5000、6000じゃないですし、乗用車の2万円前後じゃないです。もうはっきり言ってね、これの自動車保険、任意保険でもう1台買えるぐらいのもんですよ。いやすごいですよ。維持費が大体毎月25万ぐらいですよね、維持費で。でもまあ25万といっても、まあ特にね、私の1万人のチャンネル登録にアフィリエイトリンクをガンガン貼らなくてもやっていけるわけですよ。で、何が言いたいかというと、繰り返しになりますけども、今ある手札で勝負すればいいんですよ。そこで最大限のパフォーマンス上げて、その最大限を今度は自分の手札にしていく。それを繰り返して、ちょっとずつちょっとずつフェーズを上げていくしかないじゃないですか。で、これのちょっとずつフェーズを上げていくのが嫌な人ってのは、どっかの甘い投資話とかね、年利で3割ですとか、月利で 10% ですみたいなやつを手を出すんですよ。プロフェッショナルはそんな手出さないですからね、プロは。だからね、ダメージ食らわないんですよ。ということでね、ちょっと頭の方が切れたままの放送でしたけども、いかがだったでしょうか。億万長者貸し切りメンバーはもうすぐ終わって、次は何になるんですかね。まあ、吉谷さんがまた決めてくれるでしょう。じゃあ行ってきます。